皆さんこんにちは、香港生活百貨店です。さあ今日はドクメンタの最終日、昨日まで見なかったものをみんな見ようと思って、フリードリッチ・アンヌム、皆さんが普通は最初に見るところをやってきました。1回はですね、ダン・ペジョブスキとリチャード・ベルで、ダン・ペジョブスキが有名なあのポーランド の, あの、人 の, あの落書きみたいなのを書く人ですね。その方と多分ルアン・ルパーとかいろんなコラクティブとコラボレーションしたような展示になってまして、ちょっとここがですね、割となんていうのかな、あの幼稚園的なね、なんか学芸会的な、わざとそういう風に作りにして、で2階に来まして、アジアートアーカイブ、ここはコレクティブの部屋ですね。アジアートアーカイブは、まあ、あの皆さんご存知かと思います。でブラックアーカイブとか、ここはあのアーカイブのコレクティブがたくさんあのいるところ で, でここもあのサーダという、あの多分イラクとかイランの、あのアーカイブですね。でこちら、なんだっけ、アートプロジェクト、ワークだったかな、プロジェクトアートワークスっていう、これもコレクティブ の,、まあ、あのこういうアッセンブラージュみたいな作品をたくさん集めてます。まあ、ちょっと全体的にこうフリードリアヌムの展示がすごくこう急ごしらえというか、簡易で作ってるみたいな雰囲気の作品がすごい多かったんですね。であのコレクティブとコレクティブ の, あの間とかもこう結構わざとよくわかんないような感じにしてたりとか、でこちらオフビエンナレブダペストという、あの後にも出てくるんですけど、あのコレクティブですね、ハンガリーのコレクティブだと思います。そのもういろんな、だからいろんな場所の文脈を、その政治的だったり、その何か歴史的なあのイベントだったりっていうものの、まあ、あの集大成的な、まあ、いろんなものをあの切り取ってきてる感じですね。こちらちょっと音がずっとしてると思います。はい、でちょっとここのフロアがちょっとどこだったか、あの記憶が曖昧でして大変申し訳ないんですけど、一つ言い忘れたことがあって、あの1階のグランドフロアの右側だけ映したんですけれども、左側がですね、なんとあの子ども預かり所みたいな、ちょっとすごいあの旗がいっぱい下がってて、幼稚園のスタイルみたいな感じで、実際にその見に来た方のお子さんを預かってゆっくり展示を見てもらうみたいな、そういう場所ですかね。多分でも特に預かるっていうよりも、子どもが遊べる場所っていう感じの場所を作ってました。それも今までに全くなかったですね。でこちらの2階とか3階の方かな、丸いあの、吹き抜けのあるフロアの上のとこなんですけど、こちらもですね、オフビエンナレ・ブダペストなんですけれども、すごく鮮やかなこういうあの展示で、多分下が確かテキスタイルの、女性の作ったテキスタイルの展示だったと思います。中央アジアとかその辺だったかもしれないですね。で地下に降りてきましてですね、こちらがですね、あのサオダット・イスマイロバというあのカザフスタンのアーティストなんですけれど、今回カザフスタン、ウズベキスタン、タジキスタンとかのダブラという名前で活動する18人の女性アーティストたちの、あのチルタンというテーマで展示してるんですけれども、ここはあの中央アジアの40 の, あの要素、若い女性、年老いた女性、あと動物の虎とか鳩とか、それから風だったり大地だったり潮だったり、そういったものの40の要素にいろんなものが宿っていて、それがそのチルタンというその形を変えていく、変えさせるものといったような精霊みたいなものだと思うんですけれども、そういうものをテーマに、その暗い地下でですね、本当に幻想的な、であのこれ実際に中央アジア、まあ、ウズベキスタンだったり、ごめんなさい、このアーティストウズベキスタンのタシケントの人ですね、あのそういったものの、あの実際に手作り の, その工芸品だったりとか、布だったりとか、あと、まあ、あのもちろんあのイスマイロバはあの映像のフィルムメーカーでもあるので、そういったものをあの展示してました。すごく美しくて印象的な展示でしたね。あのフリードリッチ・アンヌムに最初に見ると、あのこのドキュメンタについて の, あの多分期待値がどっと下がるというか、ちょっと、ちょっと何これみたいな感じになると思うんですけど、あの実際にはあの本当あの全体見ると本当素晴らしいあのドキュメンタだったなと私は思います。でこちらのフリードリッチ・アンヌムの外 の, あのサーレの脇 の, あの展示でですね、これあのいろんな T シャツにあの人々があの平和を願って落書きとかしてあるものを作ったあの小屋みたいな、上がなんかね、これも何なんだろう、なんかいろんな木 の, あのものが下がってるんですけど、これちょっとあのどういうアーティストがどういう経緯で作ったかっていうのがちょっとあの記憶になくて、調べてもちょっとよく分かんなかったんですけどね。
ザーブっていうんですか、なんか黒 の、 あの素材がわからないですけど、ブロックみたいな、中に笹がいっぱいあるんですけど、中に入るとあの笹の形が何て言うんでしょう、空間になっていて、すごくヨーロッパ的な、掘ったものを見るので、またちょっと遠くの方、あの山の上にお水屋のホスカ、ここですね、墳墓学の博物館なんです。つまりお墓とか遺体をどのように人々が取り扱って埋葬してきたかとか、そういったものの歴史観ですね。これなんか5年前私見に行かなかったので、エリック・ベルトランの作品で、多分既存のいろんな石像とかを黒のビニール袋で巻いたのかなと思うんですけど、ちょっとでね、上の階とかもこれ2人のアーティストが展示していて、で、ちょっとこう、もうあの博物館自体はすごい面白いので、あのそちらの方に着替えてしまうんですけども、あの非常に眺めのいい場所になっている。これ隣がグリム の、 あ の、 その前日に見たグリム童話のミュージアムとか、そういうところですね。ここがあの赤の、ハムジャアーシスさんか、でこれが彼らが2階に、外に出てきて、ちょっとまた離れたところにある、あの庭園の横の川沿いの、住宅地の中 の、 あの展示を見に行きます。こちらちょっと入ってきて、ずっと中に入っていくんですけれども、ここにですね、面白い張り紙があって、これあのアーティストがやったのか何がやったのかわからないんですけど、 How to make contemporary art disappear という、あの張り紙があってですね、これあの他のところにもあったと思うんですけど、どうやって現代美術を消滅させるかみたいな、あの面白い張り紙がありましたね。そしてちょっと私道を間違えてしまっていたので、ありました、この張り紙ですね。何なんでしょうね、一体誰が何のためにやったのか、ちょっとしたジョーク的なものでしょうか。違ってました、下に行かなきゃいけないみたいな、また戻らされてます。で下に間違ってたので、降りてきました。こうしてこれ作品かなと思ったんですけど、赤いでっかいプードルの像があって、これは単になんかレストランとかそういうところの入り口みたいでしたね。やっと着きました。ここがね、貯水槽なのか、なんかその機能的になっているその丸いそのあの塔みたいなのが川の横にあるんですけれども、この中でですね、ベトナムのアーティストのグエントリンティという、女性のアーティストなんですけど、すごくいいフィルムを作るあの素晴らしいアーティストなんですね。で、あの彼女の新作ということで楽しみに来ました。お中真っ暗なんですよ。入場制限があって、あのタイムベースなので、多分10分か15分とか、中に真っ暗な中、ちょっとあんま見えないんですけど、中がすり鉢状みたいな感じで、真ん中あのが溝、真ん中とか周りが溝で丸くて、あのステージ的なところがあって、あのそこにあの人々がまあ思い思いに作品見るんですけど、時々その光があの光ると周りの植物が見えてくるんですね。絵が描かれてる、今のはロムルの中ですね。で、上はロンデル
軽食屋さんですけど、あ、サップやってますね。あれサップですよね。あ、いいですね。はい、で、あの丸いロンデルという場所出てきまして、でその今中に入ってたんですけど、外側にですね、あのタリンパディというアーティストの、あの壁画みたいな、壁画ですかね、がございます。あのすごい大きいもので、まあ、彼の作品が非常にコントラバーシャルで、あのキャンセルになった問題の作品も描いた人です。こちらの作品はまだ見れます。あ、サップやってますね。見ますと、ワイヤーになんかね、棒とバケツみたいが吊るされていて、ごめんなさい、ちょっとよく撮ってないんですけど、ナーサンコレクティブの作品でした。でこちらはブラッククアンタムフューチャリズムという、これもコレクティブですね。もうほんとコレクティブだらけですね、今回のドキュメンタ。なんか面白いのは、聞いたのが、あのオープニングの時、普通はあのものすごいいっぱいあのギャラリー関係者って来るんですけど、今回はあの、まあ、ヒットスタイルとか、まあ、キャンセルしちゃいましたけど、有名アーティストもあのもちろん入ってるんですけれども、ギャラリーついてるアーティストなんてほとんどいないんで、あのギャラリー関係者ほとんど来てなかったっていう、すごいオープニングだなと思います。ですね、さあ来ました。ブーツなんちゃらアホイっていうところですね。ここね、ブーツベルリエアホイ、ここなんかカフェ的なところかな。ちょっとあのゴミ箱のバケツを通り抜けたところに、なんか川沿いの広場が広がってる感じですね。ここはですね、今日見ましたフリドリチアミンの、オフビエンナーレブタペストっていうコレクティブ。オフビエンナーレブタペストってね、どのビエンナーレを指してるのか、まあそういうことなんだと思いますけど、まあ、国際展じゃないよ、あのブタペストのアーティストだよっていうことかなと思いますけど、これは本当に楽しい感じで、子供が遊べるような、本当子供を喜ぶですね。歩いていくと、川の方にちょっと突き出たどん詰まりになってて、すごい気持ちいい感じです。オフビエンナーレブダペストはあのハンガリーで最も大きな、あのただその非常にインディペンデントなあのイベントを2014年に行ったあのアート関係者のグループなんですね。アーティストだけではなくて、リサーチャーやキュレーターなんかも入っているようなんですけれども、継続してこういうそのあのもうインディペンデントなローカルなあのハンガリーのアーティスト、コンテンポラリーアートを、まあ、そのプロモートするためのプラットフォームとして、あのずっと機能し続けているわけなんですけれども、今回のこのこちらのあの場所での展示、まあ、ドキュメンターのこの、 あの会場ですね、ブーツアホイの展示では、プレイグラウンドとかジャンクヤードっていうものをテーマにしているらしくて、あのなのであの捨てられている衣類とか、そういったあのいろんなゴミみたいなものを使った展示ですね、捨てられたキャンピングカーとか、そういったものを使って、あのいろんな作品の展示をしているということになっているんです。でこちらですね、
ね、あのオフビエンナルブダペストとエチアエマンというあの台湾 の, あの原住民、台湾のアボリジニ の, あのアーティスト、若いアーティストが参加してるんですね。でエチアエマン の, あの、まあ、周りは全部オフビエンナルブダペスト の, あの作品でカフェなんかもあるんですけれども、こちら の, あのグレーの中からがあのエチアエマンの作品ですね。でこの作品はですね、あのカエルをテーマにしてまして、その、まあ、原住民 の, あの、まあ、伝統的なあの歌、まあ、その彼らチェンマンがあの所属するあのその原住民の、まあ、一つじゃないですからね、台湾のアボリジニもそ の, あの多分水辺の部族なんでしょうね、あのそういう歌をそのビデオでとあの記録したものとか。でこちら船なんですね、1日に何回か出るそうなんですけれども、あのこれが作品です。ちょっと乗ることはできなかったんですけどね。ですごい喉が渇いてしまったので、もう一度あのカフェに行って何か飲もうかなとちょっと戻ってきます。でここであの、昼あのフリドリチアヌム見た後にあのずっと一緒だった友達と別れて、でその子はイギリスに帰っちゃったので、私は、一人だったんですが、ここでまたあの知り合いのキュレーターとばったり会いまして、夜は、まあ、もう一人別の人も呼んで、ご飯を食べることにしました。あでこちらもあのこちらは野球場とかちょっと広めのグラウンドになっているところですけれども、この小屋みたいなのが作品ですね。これもあのブダペストのオフビエンナレ、オフビエンナレブダペストです。でも使ってある素材とかもあの本当にその安いトタンだったりブリキだったり、まあ、木材だったりその工事現場用 の, そのジョイントであったり、そういうものばかりを利用しているようですね。でなんと泳いでる人いました。結構寒い寒かったんですけど泳いでましたね。なんか本当にあの静かであの活かせるいいところだなと思いましたね。あの、まあ、ドクメンタのおかげというかなんというか、あの非常にたくさんあの美術館もできて、まあ、今回のドクメンタは、まあ、ちょっといろいろ問題がありたくさんキャンセルしたり芸術監督辞めたり、まあ、大ごとでしたけれども、まあ、それなりにあの非常に注目も浴びて、まあ、史上最大 の, あの入場点数、まあ、大成功。まあ、年々あのドキュメンターの入場者数増えているそうなので、あの特に別にあの目新しいということはないんですけれども、まあ、私も今回もコロナもあったのであの行くのは非常に迷ったんですが、あのやはりあのこれだけ極端両極端がもうあの今回のドキュメンター行く必要ないよって言ってた人もいれば、もう素晴らしいって言ってた人と非常に両極端だったので、ぜひ自分の目で確認したいと思って出かけました。で今日この日は西アフリカ料理を食べました。それでは。